前回とある画伯からいただいたひどいイラストをご紹介させていただいたんですけども、実は画伯からもう一枚イラストの方をいただいております。こちらです。ケロマツかな。前回のやつよりはただなんで口緑。どうも、三つ三つ伊藤と申します。はい、今回もねポケットモンスター X の方をやっていきたいと思います。ここは商用シティとか言ったっけな、間違ってたらごめんなさい。じゃあまずこの街をねいろいろ見ていきたいんですけど、まずはポケモンセンターから行こうかなと。おい、どこも同じ顔のポケモンセンターのお姉さん。多くの命が消えた、多くのポケモン、多くの人、悲しい別れはカロスの大地を追った。チップを、歌わかんないんだけど、どれ渡した方がいいのかな。じゃあ500円渡してみよう。喜んでもらえて私も嬉しい。これって一体何の意味があるの。さて、じゃあまずはこの家から入ってみようかな。マリル、おっす、クフ、絶対クフって泣いてないじゃん。てってるるみたいな泣いてるでしょ。幼女、マッサージで心ほぐされたらそりゃ懐いちゃうってもんです。ずいぶん達観した幼女だ。こんにちは、よろしければあなたのピカチュウマッサージしてくれんの。して、あ、やべ、でも有料かもしんない。それ料金の話する前に頼んじゃった。はい、お疲れ様でした。今のマッサージであなたに少し懐いたみたいな。あ、ただでやってくれんの。1日1回みたいなことかな。さっきのマッサージは確かごめんね、そんなクタクタになるようなマッサージをただでやらしちゃって。じゃあまあいろいろ行ってみましょうかね。チャリ屋さん、もしかしてチャリ100万円。いらっしゃいませ。そんなにお客さんが珍しいの。こちらへどうぞ。お客さんすごいね、オープンしてから1万と1人目だよ。ちょうどよくねえじゃん。1万人ぴったりなら無条件で自転車をプレゼントしてたんだけど、前後賞のあなたはクイズで見事正解なら自転車プレゼント。マジか、クイズか。では行きますよ。自転車にはカラーバリエーションがある？あるんじゃない、なんか見たとこ黄色と緑は画面からも見えるから。おめでとう。いやー、君なら自転車を心から愛してくれるだろう。では黄色と緑、本当に黄色と緑か。変えられないかよく考えて、やっぱ緑でしょ。俺も初代のポケモンは緑バージョンやりましたんでね。緑の自転車いいね。それでカラスをかっ飛ばしてよ。おー、やった。チャリだ。これでローラーブレードは不要なのかな。まだローラーブレード使うのかな。どうなんだろう。自転車とローラースケートどっちもいいとか、あ、そうなんだ。ごめん。なんか、ローラースケート俺安易に捨てようとしてた。ローラースケート履いたの自転車攻撃は、スピードって速くなる。むしろ、遅くなるっていうか安全性が下がるんじゃない。グッズは買えないと。チャリ、じゃあちょっと乗ってみようかな。登録って人でも、登録だと何ボタンで使うの。登録したけど Y だ。しかも前回のダウジング場所もちゃんと登録されてる。おお、早い早い。お、快適これ。おーい、ヤッホー、ヒー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 。僕は自転車に乗るのも、ポケモンにまたがるのも大好き。ポケモン、あれ遅いじゃん。商用シティ、そぞろ歩きの街。しわ、自転車乗った街は。おっさん、グローバルトレードステーション、ちなみに GTS。インターネットを使って世界中のトレーナーとポケモン交換ができるんだよ。マジか。いや、トレーナー、よければこれ、ホイップポップ。なんすかそれ。ホイップポップ。ホイップが好きだったり、香料、フレーバーが好きとか、いろんなポケモンがいるもんだね。ちょっと待って、わかんねえ。ホイップポップってなんぞやそれ。
ふんわりふわふに泡立てたほんのり甘いクリーム、あるポケモンが好んでいる、うん、ダメだ、なんかわからん、使い道がわからん、意味不明のカードだ。おカフェ、カフェといえば俺といえばカフェ、私どものカフェだけど愛しのポケモン見せたいというお客様に愛されている。料金の店内の座席によって料金は異なるけど、こちらで時間を過ごしますか。あ、じゃあ過ごしてみよう。じゃあカウンター、ういかしこまれた。ではカウンター席にどうぞ。何せこちらカフェ自慢のスペシャルジュースです。ではごゆるりと。もうどうせ渡さなきゃなんか無礼とか言われないじゃん。はい、100円。これ以上はね、お子様だし。ていうかお子様にチップをせびるな。ん？これ何？ポケモン自慢しちゃってないんだけど。してねえぞ俺。まだ何の自慢もしてないぞ。俺のトレーナーがおじさんのいいものを見せるよ。ちょっきっとドキドキしちゃうよ。ギャー！あ、なんだ。あれか。なんか、サメ肌みたいなやつか。なんか、サメ肌じゃないよ。そう、ヒバニア。そう、完全に思い出してたけど、あえておじさんに答えさせてあげた。俺の優しさに震えろ。もう帰り？うん、帰る。また来てくれとカフェも花行く。あ、なんだ。そっちは特別料金だから入んな、みたいなのか。こう、ちょっとなんかな。お、これワンオペじゃない。ホテル商用。おお、すごい、あれじゃん、トリミアン。ポケモンが進化するときあなたのエネルギーを出す。遠く離れた新王朝、七かまどを博士。出た、七かまど博士。眠れば元気になるから、君のポケモン眠るといい。おお、眠る。ね、なんか、寝言とかそういうのあればね、寝ながらでも攻撃できるってことぐらいは知ってますよ。眠れば HP 満タン、状態異常も回復。私、寝言が好きなの。あなたも好きだって。おお、ちょうど言ってた、寝言もらえた。すごい、これはスーパーコンボができそうな予感。いらっしゃいまへー。これお客様からプレゼントされたものですけど。赤い糸。え？運命の？私が売るのも捨てるのもなんだか申し訳ないな。え、何赤い糸って、ちょっと待ってください。持たせるとメロメロなんてか、相手もメロメロ。あー、なるほど。まあ、何も持たせてないやつにちょっと持たしとく。ゆるキャラとかいいでしょ、なんか。似合う。俺さ、強いトレーナーのこと知りたくて旅してんね。内容のないやっちゃん。薄っぺらい若者。眠りたいけど不思議と目が冴えちゃう夜に、お困りのあなたにこれを。君の連れてるポケモンにぐっすりリボンプレゼントよ。ぐっすりリボン。え？なんか、つけちゃったけども、ぐっすりボンを見て、ぐっすりお休み。わかんねえ。この怪しげな色のスーツは、オーパワーの伝道師。おう、またお会いしましたね、マイブラザー。オーパワーの伝道師は絆親でございます。念のためお聞きですが、オーパワーについての説明、いいよ。知ってるよ、あの、いかがわしいやつだろ。おう、さすがマイブラザー。じゃあ、まあ、早速、絆アップ。一回も使ってない、オーパワー。お小遣いパワーレベル1。金いっぱいもらえるみたいな。だんだんほんと、雑誌の裏表紙とかになってる、いかがわしい感じになってきてる。うん、ドローンしてくれ。どっか行け。さて、お、おしゃれショップ。これなんか買うべきかね。これは今の帽子が気に入ってるかないな。あ、これ女っぽいな。うわ、出た、あの、おにぎりのやつだ。高くね？なんでこんな高いのしてんの、あいつ。あいつ金持ちか。金持ちブーデーだった。センター。はい、というわけで着替えてみました。どうですかね、これは。ああ、でもいいんじゃない？なんかオレンジと緑ってなんか、旅行食野菜みたいな感じで。
旅行食野菜ファッション。この秋は旅行食野菜ファッションで決まり。やばい、最先端だな。この怪しい洞窟、これがジムリーダーっぽいなちょっと思うのです。おお、でやっぱりそうでしょう、バレバレなんだよ。うわ、またすごいセットですねこれ。何これ、筋肉番付とかじゃない。おお、スミランチャンピオン。ここは岩タイプのポケモンジム、鋼タイプや水タイプなど苦手が多いってのが可愛いだろう。あと青色の足場から壁を調べるんだ。縦横自由自在に動き、ジムリーダーを目指すんだ。岩タイプか。あ、じゃあピカチュウいるからいいんじゃないのかな。一応もいるし、ゆるキャラも草技使えるしな。これいけんじゃないのかな。じゃあまずゆるキャラで行ってみるか。ここ調べたらいいの？ん？ああ、登れみたいな。ああ、こうやって横行ってみたいな。ああ、これはいいね。なんか、あ、トレーナーだ。戦うぜ。修行もクライミングも苦しくてちょっと休憩。おー、ホープトレーン。ホープトレーンどこでもいるな。石住まい。ああ、よく見たやつか。よく岩砕いたら出てくるやつか。そんなの。楽勝。ああ、でもこいつ防御力高いんだった。葉っぱ買った。ああ、やべ、そう。全然効かねえじゃねえか。やばいな。妖精の風。おっ、妖精の風の方が効くな。妖精の風ちょっと押してみるか。やっぱゆるキャラをね、もう一軍戦力として。よーし、勝った。さすがゆるキャラでございます。お、ピカチュウ。ピカチュウはここ主力でいけそうだからな。どんどん育ってる。お、一応もいいぞ。ジーランス、ジーランス、ちょっとわかんない。そのままでいこう。なんかシーラカンスみたいないやつだ。ほーれほーれほーれ、お祭りだー。あくび、やべ、寝ちゃうやつでしょ。やべ、寝させられる。その前に倒せ、いけ。いや、効かない。ゆるキャラの草技って何、飾り、なんかこう全然効かないんだけど。ここゆるキャラじゃないか。あー、寝ちゃった。はい、寝ちゃいましたね。ちょっとこいつ水も持ってるでしょ。あれ、水持ってたら2倍、え、違う、4倍でこんな効かないってこと。これダメダメくんですね。ちょっとピカチュウ兄貴にちょっと一旦変えてみるか。ていうか、なんで今思うとこの魚浮いてんねん。これやっぱ水も持ってる。おお、水鉄砲かっこいいよな。なんかもっとなんかピチョくらいのイメージだったんだけど。よし、水の波動だ。水には水だ。うん、9大点。うん、9大点。そして水の波動もう一発。おい、勝った。うん、ゆるキャラじゃないかなこのジムは。ピカチュウでゴリ押すかな。お、1380、結構もらった。立ち止まってもらったらいつまでもゴールできないのにね。まあ、なんでもいいけど、とりあえず、俺は回復に行きたい。カット。さて、どっち行くのかな、わかんないけど、まあ、ただゆるキャラの攻撃があんま効かなかったからな。ヤンチュウちょっと出してみるか。ヤンチュウ、ヤンチュウ結構ね、育てたいなって思ってきてるんだよな。よいしょ。あ、なんもねえ。びっくりするよ、なんもねえ。なんもないのか。お、おっさんだ。おい、おっさん。こっちはおっさんが倒してもいけないから行き止まりだね。ジンバタン、隙があったらどっからもかかってこんかい。こんな狭いところでよくポケモンバトルする気になるよな。うわぁ、僕のフォルビーがこんな感じになっちゃったんだよな。
竹本、竹本、おお、ダンゴロ、これは知ってますよ。頑丈持ってるやつだよね、頑丈。あ、レベル高え、やべ。エスパーとはいけるかな。エスパー最強説を唱えてる男だけど、あう、やばい、これはまずいな。泥かけ、威力は低いけど命中率が落ちるのが痛いよね。当たれ、よし、当たったらいける。急所急所、うわあ、ダメだ、じゃあ落とす、あう、空飛んでないんですけど、ただペニョンってなったな。当たれば勝つ、よっしゃ、偉い。ヤンチはやっぱやる男だと思ったよ。なんてやっぱいいわニャンチ。お、レベル上がった。むむ、勝負だもんな。隙がなくてもかかってくるよな。なんとも言えない表情してるよね、この人って。一匹だけだからちょっとレベル高いみたいなとこあったのかな。いちいち戻りまくるのもめんどくさいんでね、傷薬なんか結構ね、おしまず使っていこうかなと思います。おっと、あれ、君そこいたら俺そこ登れなくね。ちょっとやめてくんないかな。あー、かわいいな。でも相変わらずホープトレーナーの女の子、ホープトレーナー男の子なんで色黒なんだろうね。お、ソルロック、ソルロックってエスパーじゃなかったっけ。ちょっとあれどうだっけな。ちょっとわかんないね、ソルロック。あ、エスパーだね、変えよう。エスパー炎なことないね。エスパー岩か。あ、やべ、炎の爪じわだ噛みまくりだよ。変えるか、炎を持って、いや俺前どじ、あ、閉じ込められたら帰れないの。やべ、これ困ったな。しばらくニャンチで戦うしかないの。うわー、これはなかなか畜生殺法で俺の大好きなニャンチを殺されてしまった。これは許すことができない。ピカチュウで完全にとどめを刺すしかない。ピカチュウじゃないわニャンチュウを殺すとはなかなか不定やる。親分、多分このジムで出番ない親分とウナギのレベルが上がった。ルナトーンもエスパーか。じゃあピカチュウ一択しかないっすね。一応でもやっぱエスパーでやられちゃうからね。やっぱピカチュウ無双になるな。ピカチュウに早く最終形にさせたいからね。それもそれでいいんだけど、ね、おい、え、サイコウェーブってそんな強いの。完全に油断してた、やべやべ、あっぶねえあれサイコウェーブってなんか俺のイメージと違うな。なんかもっと弱い技のイメージなんだよ。でも育つ育つ、めっちゃ育つ、いいね。一応もしかして出番があるかも、このジムだったら。醤油のポケモンジムはあなたたちを待っていた。あなたたちってのはポケモンと僕ってことかな。こっちから行けば実は行けるみたいな黄金パターン。おお、ベンチ、なんでここにベンチあんの。え、なにこの絶景。ただただ滝を眺める、なんじゃこの映像。はあ、もう一回行くか。おっさんにバレないように行くこともできそうだけど、まあ戦うわな。クライミングもポケモン勝負もリズメ、ロジックのゲームだな。ロジックのゲームと言いそうじゃない顔なんだけどね。お、最後の、よし、こういう初代ポケモンならね、大丈夫大丈夫。岩地面でしょ、知ってる。ふぎ、そして鬼畜のサイケ光線、お電波野郎。ああ、もう
半分いかないのがきついですね。なんかニャンチューの、まあなんかニャンチューで言ってる俺が悪いのかもしれないけど、ニャンチューが育てたいじゃないか。この愛らしい目を見るどうよ、育てた。おーし、ナイスナイスナイス、混乱。お願いします、よろしくお願いします、お願いします。おー、ありがとうございます。あー、ありがたい。あー、ここ1週間で一番いいことあった。やった、レベル19、いいね。19、特攻か、いいね。特攻タイプはいいよ。あ、猫魂、これ使えそう。なんか先制できるみたいな技でしょ、違うな。そう、先制攻撃で相手をひるます。いいじゃない、いいじゃない。ちょっと待ってね、再起光線があればいい、念力はいらないという風潮。ノーマル技2個持ってどうすんだよっていう風潮もあるし、いやでも念力いらんだろ、使わんだろこの流れで念力。再起光線も PP20 あれば大丈夫よ。猫魂再起光線のコンボでもいけるでしょ。あ、でもノズパさなんか硬そうだから、一応ピカチュウに変えよう。一応ピカチュウ、一応ってのは絶妙にややこしいな、文章の中に一応入れると。なんかうかりを出すみたいな感じ。うかりをじゃないリオルか、あいつは頭間違えちゃった。やれ、よし。あ、おい、いや頑丈か、そっか頑丈か、頑丈なんですねこの花の人。デンジャー、やめちくり、うわムカつく、こういうことする。ん、忘れてた、クラボの身持ってたんだ。ありがたいよな、ありがたくないな。よし、ここはカエルの歌で殺してやるぜ。カエルの歌が聞こえてくるよ、クワ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 、ケロ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 、クワクワクワ、あ、なんか流れでまあ連動させちゃったけど、まあ弱くはなんか強いし、うん、いいだろ。おーし、頑丈じゃなくてよかった。これはほとんどダメージも受けてないしな、このままいけそうだな。あ、ピカチュウダメージ、ピカチュウじゃねえや、ヤンチュウダメージ受けたっけ。攻略できなかったか、君という山脈を。キザな、キザなブーデーだな。さらに上を目指すため、まずはダイエットかな。そうだな、 TL の意味言ってやれ。どうなんだろう、ここのジムリーダーが何レベルぐらいなんだろうな。そうやってもっとピカチュウを実は育てた方がよか。ああ、もういるじゃないか、いるな。よし、行くぞ、この黒くてチャラい人に、マークパンサー的な人に。こんな高いところでよく戦うよね、危ないんだよね。私は待ってました、首を長くして、いえ首だけね、手足も伸ばして。おほ、あれかな、ヨガフレームの人かな。何を待っていたか、もちろんチャレンジャーです。あなたは壁を登りここに到達しました、非常に素晴らしいことです。それでこそ私も伸ばした手、首と手と足を使い存分に戦います。戦うのはポケモンだ。もちろん手足の長さは壁登りには役に立ちますが、ポケモンの強さに何の関係もありません。ごめん、突っ込んでごめん、分かってたことを突っ込んでごめん。わざと、うおお、ヨガフレーム、テンテンテン、この音楽好き、テンテレンザクロ、テテレンテンテレン、アマルス、やばい、知らないやつが出た、知らないやつ、警戒態勢。うお、かわいい、なにこれ、ください、ください、かわいい、これ、レベル25だけ。で、これ本当に岩タイプ？ウーカワなんですけど。欲しい。まあ、うちのニャンチもなかなか可愛いけどね。なかなかっていうか、かなり可愛いけど、ね。まあ、先手猫騙しだな、まず。これで確実にダメージ与える。うん。ビビたるもんやったな。それで次、再起光線行けば。
あんま効かんな。あ、やべ、デンジャーか。よし、ポシガールとかやってみよう。どうせ何もできないし。おー、殺され、うー、ちょっと残ってくればよかった。いきなり本気を出すしかないな。ピカチュウ頼んだ。水の波動だ。岩なら効くでしょう。頼みます。よし、いけた。うおー、でも一撃でいけない。うわ、やばい、デンジャーきつい。さっきで見つかったのきついな。よし、もう行くしかない。これはないぜ。おお、麻痺に強いピカチュウ。惜しかった。いやー、なかなか可愛くて強いポケモンだった。で、次でチゴラス。あ、チゴラス俺持ってるわ。よかった。え、もしかしてヒレの化石だったら、あの可愛いポケモン手に入った、もしかして。うわ、だったらヒレの化石にすればよかったかも。いや、まあそんなことはない。きっとあれはどっか野生で捕まえられるポケモンだ。で、ピカチュウが麻痺だときついんで、うん、ちょっと壁出しとこう。壁出してる間にちょっとピカチュウの麻痺回復させよう。頼むわ、壁扱いしてごめんね。似た者同士ちょっと仲良くやってくれ。状態回復、麻痺直しあったよね。あれ、こういうのはね、結構万全を期すタイプですからね、私。心配性ですから。家出るときもね、鍵の閉め忘れを何回もチェックするタイプですから、ね。おーっと、1回ぐらい。おお、ワンチャン、ワンチャンあるで。あ、素早さ下がったらもうダメか。竜の怒りでワンチャンあるかなと思ったんですけどね。あー、もう外れてほしかったな。てか、竜の怒り、普通に、なんだろう、固定で40当たるんだから。いいんじゃねえの。壁扱いしない方が良かった系じゃね。やべ、俺やらかしたかもしんない。うなぎは意外と最後の切り札だったかも。水の波動があればいけますよね。いけないかな、どうかな。いける、いける。うわ、あんまいけそうな、ん、何混乱すんの、水の波動って。わからん。俺も混乱してる。まあいいや、なんかいけそう。いけ、滅びのバーストストーリー。自分で、おお、なんていうあっけない幕切れ。すげえ、実力で勝った感はあんまない。ピカチュウ、あ、でもありがとう。いや、このジムはほとんど君だったよ。投げつける、なんか道具投げるみたいな技だっけ。自分の道具、そうだよね。道具投げつけたら道具ってなくなっちゃうのかな、これ。はぁ、どうしよっかな。投げつける、まあわかんない。舌で舐める、臨床、水の波動、電光石火っていう、この4つがなかなかね、今結構いいんでね。まあ臨床特に俺、使いこなしてないけどね。投げつけるはいないかな。なんか、思い出させる人みたいないるでしょ、今回も。すごいいい技だなってことに俺が気づいたときまた覚えさせるかも。お、ゆるキャラ活躍しそうでしなかった。私の前にそびえる高い壁、それはあなたです。おお、4000円、すごい、さすが高収入。どんなに手を伸ばしても届かないものもあるでしょう。ですが、諦めないこと。どんな時でも、どんな相手でも諦めないこと。戦うあなたたちの中にその心を感じました。そんなグレードの高いあなたとポケモンのチームワークにウォールボッチョ。あ、もう、神々だ。そして、なんだこの、あっちは、板チョコみたい。ザクロからウォールボッチョもらった。
ウォールバッジをお持ちならば、人と交換したポケモンとでもレベル40までなら問題なく力を合わせられます。洗脳するってことですね。さらにこれもお持ちください。岩石封じか。岩石封じってそんな威力なかったのに、どうだっけな。岩を投げつけ攻撃しつつ、落ちた岩が動きを封じて相手の素早さを下げるでしょう。このジムの壁登り、ボルダリング以外に長い手足をどう生かせばいいのか、あなたと共に戦うポケモンをどう伸ばせばいいのか、お互い考えましょう、笑顔になるために。なんかよくわからん人だったな。何回聞いてもこいつの話はよくわからん。で、岩石封じ。あ、結構威力ありますね。うん、あるな。あるある。ピカチュウとウナギにわざわざ覚えさせるのかなって感じはするよな。まあ、行くか。なんかシャーみたいなのないんだ。一気に、あ、ここからはシャーでいけんだ。シャー。お三勝ったよ。ジムリーダーを乗り越えた君とポケモンの強さをたたえ、さりげんたたつむ謎の像に君の名前を刻み込んだぜ。なんか勝手にしていいの。醤油シティポケモンジム、ジムリーダーザクロ、認定トレーナーミツ。これだけか。あのセレナちゃんとかはジムリーダー認定されてないのかな。初代の時必ずライバルがね、自分より先に認定されてたよね。あれ見て、ああ、こいつ早えなと思って。こいつはサクサクプレイでやってんだなと思ったの。ですね。バッジ2個目をね、なんとか手に入れまして、正直、この後、どこに行ったらいいかはわからないといった感じなんですけども、まあね、なるようになる。ケセラセラ精神でね、今後もやっていきたいと思います。次回、ポケットモンスター X、人生そんなに甘くないの巻、乞うご期待。では、お疲れ様です。